よう。おはよう。おはにょ。おはよう。あ、リュウツーメンだ。ありがとう。すごい。今日最終日だよね、リュウツ。頑張ってた？朝早くから今日。応援、最終日。最終日、リオツン1週間ね、頑張ってるから、頑張ってるので一緒にみんなで応援しましょうね。みんなで、みんなで応援しに行きましょう。おはよう。ねえ、炎上さん、青いだるまさん、ありがとう。おはよう。久々に自分の、うん、寝た。気持ちよかったですよく眠れました、ぐっすり。おはよう。ねえ、最終日。お、うん、昨日帰ってきたよ。27日の抽選結果が、あ、そうなんだ。あ、27、あ、なるほどね、花は誰のもの。そっかそっか。リフト投げちゃダメ。そうね、気をつける投げる勢いでした、本当にネームオスターとかオッケー。でも気持ちはね、ずっと応援してるので会いに行きます。私、おはよう。おはよう。やっぱり家がいい家に勝るものはないですよやっぱり実家に、お家に勝るものはないですねと思いました。本当におはようございます。あ、一時間目よろしくね、よろしくね。楽しみにしてる、待ってるね。横浜でありがとう、ありがとう釈放、ね、言い方そんな釈放はちょっと言い方がおはよう。うん、気をつけてね、寒いけん。私も気をつける、みんなも気をつけてね、体調。箱根温泉行くか迷ってる。そうなの、めっちゃいいじゃん箱根温泉。私めっちゃ行きたい箱根温泉。温泉いいね、ぜひ行ってみてよ。すごいいい気分転換とかにもなれそう。おはよう。あ、ひょろさん、おはようございます。お誕生日おめでとう、おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアヒョロさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうおめでとう、おめでとうございます。良き良き1年にしてくださいね。楽しい笑顔いっぱいの1年に、そして今年ヒロさんの1年も一緒に横で笑顔で私が笑いたいです一緒に笑顔で横で、横で一緒に笑顔になりたいです。
よろしくお願いします。よろしくね、これからも。おめでたい。あ、元旦からもしくありがとう、ありがとう。スイビさん、アイスクリームありがとう。おはよう。あ、わね、始まってるね今ね、あのあれがね、ガチャガチャが。スイレンさん、初見さん、おはよう、おはよう。うん、落ち着く。愛ご、本当にこの配信が居心地いい。それは嬉しい。嬉しいわ。かまちゃん、アイハートありがとう。ワンザラモンスターさん、アイラブユーありがとう。おはよう。うん、あ、クルージング待ってるね、お待ちしてます、ありがとう。箱根、え、いや行ったことないかな、箱根多分私行ったことない気がする。お仕事頑張ってね、頑張ってください、いってらっしゃい。リア君、青いハートありがとう。だるまさんもありがとう。そして昨日お話ししたようにお誕生日もおめでとう。おめでとう。バンジャラモンスターさん、青いハートありがとう。町の電気屋さん、初見さん、なーにありがとう。ね、あ、お話会お待ちしてます、ありがとう。レイヤくん、お誕生日だよね今日だよね、お誕生日だね。リア君もハッピーバースデーソングをいきます。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーリアリュウヤ君、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。昨日もおめでとう言えて、そして今日もおめでとう言えて嬉しいです。ありがとね、たくさん、これからも、これからもずっと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 よろしくお願いします。ありがとう、いつもありがとう。おはよう。頑張ろうね、今日も一日頑張ろうね。ねえ、アバターガチャ始まって、嬉しい、本当に実感。嬉しい。ありがとう、嬉しい。うん、じゃあ死んでもらえるように変わらず頑張ります。おはようね、頑張ってね、お仕事。ともたかさん、青いハートありがとう、ありがとう。あ、お仕事行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。あ、くしゃみ出そう。視力そう悪いですね、眼鏡かけてるお家でいつも。え、そうだ、確かに。昨日教えてくれ、そう配信で
の話になったので、おはよう。次の日も、いやもう祝いたい、前日も当日も次の日も、その次の日まで祝っちゃいたい気持ちです祝っちゃいたい気持ちだよ、みんなのこと。おはよう、帰りなさい。お、ありがとう、めちゃくちゃよかった。そうだね、順番的にね、ありがとう、よろしくね、これからもありがとうね、いつも。寝れないから掃除してたら配信始まって、あ、そうなんだ、お掃除してたの。寝れないとお掃除する系かな。ありがとう。私も昨日、あ、ナンツさんハートありがとう。昨日帰ってきたんですよ、お家にね。その使ってた場所を起きて、あそこ掃除してこう整えて出てきたんですけど、掃除なんか掃除楽しかったなんて言うんだろうなんか綺麗に身の回りをきれいにするのって楽しいなって思った今更おはよう今更だけどそう、歌詞に目覚めた。なんかあの一人でいて、一人でいたあの時間、そうなんかね、歌詞に目覚めたんですよ私。おはよう。そうなんですよ、その洗濯とか掃除とか、そうなんかいろいろと自炊はねできなかったんだけど、達成感、達成感感じた達成感、達成感、うん感じた。そうでもめっちゃイケイケになった自分、本当に。まさたろうさん、だるまさん、ありがとう、ありがとう。そう、勉強、勉強的な感じ。新田さん、確かに確かに確かに、あの除菌シート持ってたんですよ、いっぱい除菌シートを左右手に持っていろんなところ拭きまくったもんいや大事だけどね、大事だからこう拭かないとなと思っていろいろ拭いてたんだけど、一回拭き出すとなんか止まらんくなっちゃって、すごいなんか全部の汚れをなんか取りたくなってしまいました。そこにある。藤井さん、 ABCDEF、 藤井さん、初見さん、おはよう、ありがとう、ありがとうございます。あ、だるまさん、たくさんありがとう。まさたろうさん、平日ラスト頑張ってねいってらっしゃい、頑張ってね、いってらっしゃい、おはようございます。キヨの顔がなめるちゃん、あー本当に可愛いよね、ほんまにめるちゃんわかる、癒された、よかった、私もめっちゃ癒された。昨日可愛い、今日もさ、めるちゃんさ下降りたらさ、あのあのヨギボーのクッション、あれ昨日ヨギボーのクッションにこううずくまって寝てたんだけど、ヨギボーのクッションにいつもうずくまってるんよ、よくね、メルちゃんの特等席みたいな感じでになってる、大好きなんだけどあのクッションが。メルちゃん今日も
朝起きて下に降りたらもううずくまっていつもの定位置に。かわいい。遊戯王のクッションさ、しかもなんか普通のクッションと比べてこうそのメルちゃんがいるところがこうギュッて下がるんですよ。なんか柔らかい素材なんかな、こうギュッて下がるからめっちゃ可愛いんよ。メルちゃんがなんかヨギボーとメルちゃんの組み合わせめっちゃ可愛い、ほんまに。もうね、可愛すぎて今日もでもあなんか丸まって、ね、寝てて丸まって寝てたんだけど、こうちっちゃくキュッて丸まるんよねメルちゃんって。だからさ、こうなんて言うんだろう、足もう顔も全部こう中に丸め込んで寝てるから、もうだけパッと見もうこう茶色いこんな丸い形になって、こんぐらいの丸い形になって寝てるんですよ。なんかもう可愛いよ本当に。めっちゃ可愛い。この丸になってるんだよ。今日もさ見てたらさ、もう丸ないよ、丸になるぐらいもうそう全部全部こう中にこう自分の体頭もこう丸めてくるってなって寝るんですよ。いつも朝とか特に寒いのかな、朝やっぱりくるってなって丸まって、そうそのヨギボのクッションの上で寝てるメルちゃんが本当にね可愛い。めっちゃ可愛い、もう癒される。あれメルちゃん見ただけで、そうだから寝てるのにめっちゃ触ってきました今。可愛すぎてそっとできなかった。そっとしてあげた方がいいかもしれんけど、いっぱいサスサスしてうわギューってして上がってきました今。35ミリメートルさんハートありがとう。マスタラさん、上だるまさん、たくさんありがとう。ありがとう、おはよう。ヨギボ気に入りないよメルちゃん、かわいいよね。ワンコもダメにしちゃう、確かに人あれも人がダメになるクッションっていうもんね。ダメになっちゃうあのクッション、ヨギボ。あ、徹夜ね、そうなんだ、気をつけてきてね徹夜で。そっか、気をつけてきてください。クルージングツアー来月から全メール取っちゃう。お、ぜひぜひ。なんかすっごい日常的なことをたくさん書いてる。たくさん書いてますよメール。え、確かに猫みたい、猫ちゃんがよく丸まってる、猫鍋っていうの、あれ猫鍋っていうのかな、あのキュッて丸まってる感じ、そんな感じ、本当にそんな感じ。猫ちゃんみたい、うん、あれあんな感じですね作品の。本当に癒し、もう可愛い。あ、丸丸丸写真欲しい？ちょっと撮っとくね、じゃあ。撮りますよ。毎日あのスタイルでメルちゃん寝てるから。多分すぐに撮れると思う。ちょっとじゃあ撮ってまた送るね、メル。おはよう。ツナさん、バラ。ありがとう。おはよう。そう、なでなでしたくなるもん。食べたくなる、食べたくなるっていうか、もうハムハムハムってしてるメルちゃんに、可愛すぎて。チューってチューしてますメルちゃん、可愛すぎて。もう毎日毎日頭と体と全身にチューしてる、可愛すぎて。おはよう。前髪、前髪だいぶ伸びたね。ね、少しだいぶ伸びてきました。あ、眼鏡がだいぶ伸びてきた。癒されたメルちゃん、メルちゃんかわいい、本当に癒し。おはよう。
ね、最近の将来の夢がめるちゃん転生してほしいです。それになってきてもうよしよしするよ、めるちゃん、めるちゃんだったら、めるちゃんじゃなくてもよしよしするよよし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 できるならするよ。喜んでるから、そう、全身にチュー、もうなんかこの愛をもうメルちゃんにぶつけてる、いつもメルちゃんが可愛すぎる、メルちゃんが可愛すぎるという、このもうどうもできない、もうこの大きいメルちゃんへの愛をもうメルちゃんにこうチューギューもうあーってすることでもねるちゃんに伝えてますでも最近、昔っていうか本当最近、なんかめるちゃんもうなんか私に対する対応がすごい大人なんですよ大人になってきてて、なんか昔はもうちょっとなんかこうチューとか、ギャーめるちゃんギャーラーチュ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 ーとか全身にチューチューしてたら、こうなんかこう私のこともペロ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 って舐めてくれたりしてくれてたんですけど、そう最近はどんだけチューチューしても、どんだけサッサッしても、どんだけギャーンって抱きついてワーンってやってももうなんかふんって感じの顔してるんです、ずっとふんあ、またやってんのねふんみたいな感じ、寝てる時は邪魔しないでよねふんって感じの顔してるんです、メルちゃんがメルちゃん私にも愛をくださいって言ってる。だから家でいつもおはよう、イケメンと、え、そう、いけ、そう、来週かな、来週になっちゃうかも、いけの。ナーツさん、雪の結晶ありがとう。そう、大人、やめて、え、やめてと思ってるんかな、メルちゃんこんなに好きなのに、私は確かにやりすぎ注意なところはある、永遠やっちゃうんですよ姉ちゃんと時期かねえダメよ、メルちゃん、おはよう、メルちゃん、メルちゃんと時期、メルちゃんカメラ嫌いだから、めるちゃんカメラ嫌いで、向けてもあんまりカメラ目線してくれないんですよ、すぐ顔フイってするから、いつももうすごい速度勝負です、めるちゃんをいい感じにショットするにはパッパッってやって撮ってる。うん、だから家族で写真撮るときにこうめるちゃん抱っこして、はいめるちゃんカメラ向いてねとかってやってもすっとふんツンデレさんなんかな、メルちゃんってふんってやってるから、だいたい家族写真とかこう不意に撮れた時のメルちゃんは割とそのままの状態なんだけど、さあ撮りますよってカメラを構えるとふんってするんですよ。そう、だからカメラ目線、カメラ目線のちょっとあんまり好きじゃないかもしれない、カメラ。須田真代さん、おはよう、にゃ、ありがとう、にゃ、塩対応、反抗期反抗期、人より早く大人だから、そういうことかそうなんかな、もうあ、またチューチューしてるよ、もうふんぐらいだけで、やっぱり思ってるのかな、メルちゃん。確かにメルちゃんの気持ち聞いてみたいよね、メルちゃんとおしゃべりしたい、おはよう悲しいよ、でも私は。パセリさん、お、すごい、なんだよこれ、暖房ありがとう、かわいいギフトが、お仕事行ってらっしゃい、頑張ってねありがとう、頑張ってね、おはよう。
あれの撮影の 撮るたびに姉さんの最初でタイプ、え、そうなんですか、チャビーくん、チャビーくんって呼んだ、アリサさんのワンちゃん、かわいい、トイプードル、トイプードルあれですね、飼ってる、くるくるもトイプードルだった、やっぱり多い、チャビーくん、かわいいチャビーくん、え、見に行きたいどんな子なんだろう、見に行きたい、そう、ツン要素強め、メルちゃん確かにツンデレかもうまい、ツンデレがすっごいデレデレ、甘えてくるときめっちゃ甘えてくるんですよ、可愛いぐらいに、ほんまにめっちゃ可愛い、ほんまになんか甘え上手だ、甘え上手というか遊んでとか、あ、なんか可愛いのが、可愛いのがなんかあのワンちゃんを、ワンちゃんじゃないわ、そのぬいぐるみとかあるじゃん、犬、あのメルちゃんのぬいぐるみね、最近あの新しいカエルのぬいぐるみをねメルちゃんにあげた、あのあげてメルちゃんそれで遊んでるんだけど、そのカエルのぬいぐるみが、そうが来たからさ、多分久しぶりのおもちゃなんよ、最近行方不明になってたから、多分久しぶりにカエルのおもちゃが来て嬉しかったんかな、こう買い物行って帰ってきたら、そのやっぱりいつもお出かけしてお家に帰ってきた時は結構もうわーってこう来てくれるんですよね、遊んで遊んで、かまってかまって、おかえりおかえりって、こうわー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 、キャーキャン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 って言ってこう来てくれるんですよ、メルちゃんが。でもその時に、その日はカエルのぬいぐるみをあのこの口のところに加えてこうやってこうやってこうやってくるんです、でもうこのぬいぐるみで遊ん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 でってやるんですよ、メルちゃんが。かわいい、もう投げまくった投げて取る、あ、なんかぬいぐるみを投げてメルちゃんが走って取りに行って、もう一回投げて取りに行って、投げて取りに行ってっていう遊びをよくするんだけど、もう可愛すぎて、もうめっちゃ可愛かった、うん、カエルめっちゃ投げました可愛いよね本当に、そう、あの出迎えが可愛い、いつも、みんなが同じ子、あ、そういうこと？写真の時？確かに。あ、お仕事行ってらっしゃい。頑張ってね。行ってらっしゃい。ねえ。チャビーくんと、あ、2匹。そうなんだ。2匹おられるんだ。かわいい。チャビーくんと何ですか？女の子と男の子なんだ。チャビーくんとロニーちゃん、かわいい、いいな、確かにツンデレとこ猫みたい、確かに、え、かわいい、だめだ、かわいいしか言えるかわいいしか言えないの、お仕事行ってらっしゃい、夜配信何時かな、またお知らせするね、またお知らせします、おはよう、そう、めっちゃ可愛いよ、本当に本当に可愛い、いつかなんかカメラ持って入って、もうこのねお出迎えのメルちゃんほんまに可愛いよ、もうねめっちゃ可愛い、もうねこのお出迎えメルちゃんをいつかみんなにお届けしたいなってずっと思ってて、そのいつかこうカメラ持ってこう入って、お出迎えメルちゃんの姿様子でもちょっと撮影できたらいいなって思いながら、もうできてないんですよね、まだお出迎えメルちゃんもめっちゃ可愛い、しかも分かっ
出てるんですよ。多分帰ってきたっていうのがね分かってるから、もうね玄関の目の前で待ってる今にも開けたらもう今にも飛び出してきそうな勢いで玄関の目の前でこう待ってるんですよ。多分音が聞こえたらそこまで行ってるのかな、いつも。かわいい。でも一回これメルちゃんのあのかわいいかわいい面白かわいいエピソードなんだけど、あ、太陽さん、くまちゃん、ありがとう、ありがとう、おはよう。でそれだったらファンに帰るメルちゃんと同じことするね、そうなんだっけ、あ、そうメルちゃんと、メルちゃんの面白かわいいエピソード、なんかその私が家にいてお母さんが帰ってくるタイミングの時に、割とお昼ぐらいにお母さん帰ってきたんですよね。でお昼ってメルちゃん結構クッションの上でこうお昼寝を、お昼寝タイムになってることが多くって、で私メルちゃんの横にこういたんですけど、だいたいもうだいたい絶対にお家に誰かが帰ってきたらもう同じように玄関の前まで行ってわーんってお出迎えしてくれるんですよね、メルちゃん。でもその日は結構ちょっとポカポカしてる日だったんよ、あったかい日で、でメルちゃんクッションの上でもうめっちゃこう気持ちよさそうにずっと寝てて、で私もあー寝てるなと思って、メルちゃん寝てる、メルちゃんにこうクッあのなんて言うんだろう、これこれこれあのクッションじゃなくて上にかける、あのなんか上にかけるストールというか、あの毛布まではいかないけど、そうブランケットみたいなのがあったから近くに、それをメルちゃんのね体にかけてたんですよ。かけて一緒に横にこうやって座ってなんかいろいろしてたら、お母さんがただいまって帰ってきて、もうメルちゃんその日寝てて、ずっと寝てて気づかんくって、多分寝すぎてお母さんが帰ってきたことにも気づかんくってこうやって寝てて、でお母さん帰ってきて、あおかえりとかってこう話をして、お母さんとこうお話をねしてたら、メルちゃん多分その自分がお母さんと話してるのをではって気づいて、本当にはみたいな感じで起きて、キャンキャンキャンとかって言い出して、お母さんのところにうわーってお出迎えを、遅れたお出迎えをしに行ったんですよ、メルちゃん。いや本当めっちゃもうね言葉じゃ言えれんぐらいほんまに可愛かった、その挙動の全部言動がもうね、私が今こうやって言葉にする100倍可愛かった、あのメルちゃん生で見たメルちゃんのその時のあれがもうちょっと可愛いメルちゃんで想像しても考えてあれしてみて、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛かった本当に。多分もうめっちゃぐっすり寝てたんだと思う、その日結構こうぐっすり寝てて気づかなかったんだと思う、メルちゃん帰ってきて気づかなくって本当にはってしたんですよ、メルちゃんはって顔してはって顔してキャン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 ってキャンって言いながらお母さんのところ走ってたんです、めっちゃ急いで。可愛い、もうめっちゃ可愛かった、そうはってするのって思って、いワンちゃんな何それ可愛すぎる、もう横で見ててもうびっくりしたもん、私もそう可愛すぎて、もう可愛すぎて、もうめいちゃんに言っちゃった、その時めいちゃん熟睡してたでしょって可愛い可愛いよね、ほんまに可愛いよ、もう可愛すぎて可愛すぎて可愛すぎている、あ、お仕事行ってらっしゃい、頑張ってね、行ってらっしゃい。あ、ワンコは家の人が遠くから家に近づいてくるだけで靴が地面を踏むときは足する音とか出
違う感じるし、そうなんだ、すごい。そういうなんか音とかもだけど、なんか電磁波みたいなのも感じてるんだ。そういうことね。敏感だもんね、ワンちゃん動物って。音とか匂いとかにもだけど、そういう気配というか、なんか鋭い感じ。そう、やっちまったそんな感じだった。本当に帰ってきた、お母さんが寝てたみたいな感じだったもん。せいじさん、アイハートありがとう、おはよう。あ、全部感じありがとう。でも何億倍も可愛いよ、メルちゃん本当に可愛い。おはよう。人間と一緒ねえ、本当に人間と一緒だよ。一緒にだと思う。もうね、メルちゃんはメルちゃんという人間だと思ってる私はワンちゃんだけど、メルちゃんはメルちゃんという人間だと思ってる。本当になんかお話できないけど、お話できてる気持ちだもん。すごいメルちゃん、もう可愛い、キャン、そはっ、可愛かったおはよう。止まらんメルちゃん、愛を語り出せば。あずみやキャおはよう。そう、由来フランス語のメルちゃん、そう、海のフランス語でメルちゃんです。つばちーさん、青いだるまさん、ありがとう、ありがとう、おはよう。その可愛さ、あずみん取り入れいやー、メルちゃんと同じことをしても、もうメルちゃんの可愛さには勝てれんけんね、ほんまに。私もキャンキャンってみんなのところ行こうかな、じゃんかまってかまってなでなでして、おはよう。冬物さん、おいハートありがとう。もりもりさん、雪の結晶ありがとう、おはよう。あ、立花メルちゃん、あ、そうなんだ、そうなんですか、すごい、フランス語に。じゃあ本当にメルちゃんと一緒だ、うちのメルちゃんワンちゃんと同じ由来なんですか、知らなかった。おはよう、もりもりさん、昨日結晶たくさんありがとうあれたちはアズミン大好きクラブでアズミンのこと話してた、キャンキャン行ってアズミン来てほしい、行こうかなで今度アズミン大好きクラブのみんなが集まって話してたらキャンキャン行きますね何話してるのキャン、アズミンも入れてキャンそっちで話してないでアズミンも構ってキャン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 行きますマンジャラモンスターさん、青いハートありがとう、おはよう。そう、家族でね考えたんです、お姉ちゃんと。あ、ゴンニャンさん、結婚してありがとう。じゃあ私がゴンニャンさんの、私がメルちゃん、私のメルちゃんみたいな存在になります。ゴンニャンさんのメルちゃん、ゴンニャンさんのあずみちゃんになります私のエルちゃん的な存在にウィアンさんのあずみちゃん、メルちゃんに結婚してね、私じゃないんかい私に結婚してじゃないんメルちゃんの、メルちゃん、メルちゃんへのプロポーズ
おはよう。ダメよ、メルちゃんと結婚しようと思ったら私という壁を通り抜けていかんとメルちゃんと結婚できませんよメルちゃんの旦那さんには簡単になれへんで。おはよう。センスがね、ね、そう、なんかお姉ちゃんがね結構ネーミングセンスがすごいあるというか、そういう印象、昔からそういうのすごい意味を持って考えるのが上手、私考えてくれるタイプですね。初めは普通に私茶色だから、なんかチョコとかどうとかなんか言ってたもんそう、なんか初め私が茶色のワンちゃんだからチョコとかなんかそういう、何だったっけな、なんかいろいろ言ってたんよ、茶色に関することを。これはどう、あれはどうみたいなことを言ってたら、お姉ちゃんになんか、いやそんな名前じゃダメだよみたいな感じでもっとちゃんと意味を持ってちゃんと考えようっていうのから、みんなでどうするって言って、あのいろいろ連想しながら考えました。チョコはね出した私、チョコはいやこの子はチョコじゃないって却下されちゃいました。チョコちゃんは。ルシベルさん、初見さん、おはよう。おはよう、ありがとうございます。しっぽバタバタ、確かにしっぽフリフリしっぽフリフリして、こんな休み、ここに休みしちゃうかな。あ、じゃあもう後ろからキャンキャン追いかけよう追いかけます。あ、ココアちゃんも出したココアちゃんとかチョコちゃんとかは出しましたね。そう、食べ物の名前ねそう、出しちゃうね、出しちゃった。出しちゃいましたね。おはよう、お仕事行ってらっしゃい、行ってらっしゃいいってらっしゃい。アバター、あー、そっか、そう、今ね期間、当たってほしい、でもこの期間中に当たってほしい、私のアバター、当たれー祈っとくね、私も一緒に。当たってほしい。みんな当たったのかな、もうまだ当たってない、アズミンのアバター、アズミンバージョンのアバター。私の由来はね、私の由来はなんかお母さんに教えてもらったところによると、あのなんか大山、安曇野っていう川があるんかな、大山に安曇野っていう川があって、鳥取県、島根か、鳥取県かの大山に安曇野っていう川があって、それの川がなんか清らかだったからって清らかですごい綺麗な川をしてたから、安曇野から取って安曇っていうのを聞いたことがある、昔。あ、ともたかさん、 I love you、 ありがとう。おはよう。メルちゃんはね、ね、小学校から飼ってるから8年前ぐらいから飼ってるから、私が8年前、10歳ぐらいから飼ってますね。11歳かな。先
さんパセリってニックネームあるけど、あずみんが食べ物ニックネームつけるのは何？なんだろう、食べ物なんかな、あずみ、あずみ、あずみ感あずみ感にしようかなあずみ感で。でもいくつになっても可愛いよね。え、当たってほしい。なかなか当たらんね、当たらんよね、アバターってね、結構ね。ねえ、当たりますように、みんな当たりますように。なかなか、なかなかね、なかなか当たりづらい。当たってほしい。そう、ひらがな、なんか他にも候補あったんですよ。これ言った気がするな、前なんか話した気がする。どうだっけな、あのさやかと楓もあって、候補にあずみ漢字でさやか漢字で楓があったんですよ。あの楓はこの楓、奇変に風の楓一文字でと、普通にさやかとかいろいろあって、3つ候補があったらしくって、生まれる前に。で、あずみだけひらがなだったんだって。で、生まれた時の私がなんかすごいスポーンって生まれたらしい、私お母さんの中からスポーンってなんかすごいすっきりと生まれたらしくって、生まれた状態のなんか私がすごいすっきりしてたんだってなんかすっきりしてたらしい。そう、だからあずみっていうひらがな漢字よりもひらがなでこうすっきりとしたひらがなの方がなんかこの子には合うなと思ってつけたっていうのも教えてもらいましたそう、どんな感じかからなんかすっきりって言ってた。すっきり、スポーンって生まれたんだって。本当にスーンって生まれた時がそんな感じだったからって言って、なんかひらがなの方が似合うって思ったんだって、なんか生まれた時の私を見てそう、あずみかんだよ。お姉ちゃんが何個かよ。そうなんだ、いいねそれ。お姉ちゃんに選んだ。あ、出勤いってらっしゃい、気をつけてね、頑張ってね今日も。あずみかんねアルミ缶じゃないから、アズミ缶ね。アズミ缶、いや発音がおかしい。アズミ缶だよ。アズミ缶って言ったらなんかアズミの缶詰みたいな感じになっちゃうから、アズミ缶です。アズミ缶アズミ缶だよ。あ、みんな、他のみんな出てるんだ。アズミが出ないのね。出てー、あずみあずき缶ねよくないですよあずき缶そう、元旦公演、え、当たった、確かに当たる。私も一緒に願っとく、元旦公演絶対当たるよ。来てほしいもんだっておはよう、くのいち。え、そう、くのいちあるもんね。あずみっていう、あずみっていう漫画、漫画がある。アニメはないか、映画もあったよね。あ、会社着いた、またね、頑張ってください。今日も一日いってらっしゃい頑張ってね。そう、かえさん、ふうさん、あ、確かにふうさんの、ふうさんと同じ会で同じ感じです。ふうさんとなかなか生まれなかった感じだった。そうなのかな、わかんないけど、でもなんかこうなんかすっきりしてたのってっていう表現で教えてもらいました。すっきり、スポーン、
あずみかん、あずみかんじゃなくてあずみかん、おはよう、あ、りょうせん、いってらっしゃいいってらっしゃい、行ってきてください、もうそれはもう行ってきて、行ってきて、待って、お肌あずみちゃん朝にぴったりだと思うってどういうこと、お肌お肌が、お肌の部分がどういうこと小豆おしるこ首小豆に反応してるグビータイムはしないよ今日はおしるこ首はもう少しお預けです。おはよう、アバターね、あ、すごい、友達さん結婚し、ありがとう、あずみアバターだ、すごい、あぜ来た、あ、嬉しいよかったよかったよかった、結婚してありがとうありがとう、もう、あ、愛情、友高さんがくれる愛情以上の愛を返すね、これからありがとう嬉しい、アバターよかった当たって、え、みんなも当たってほしいな、みんなも出てほしい、おはよう、旅行、あ、いいね、 USJ だっけ、ユニバ行くって言ってたよね、旅行、ええやん、ええやん、よかった、あずみって名前です、メダカえ、つけてあげて、あずみうっちーさん、かえで、あ、かえでじゃない、間違えた、上の文章読んじゃったレイマスターありがとうありがとうございます上の漢字読んじゃった、岡田楓、山下さんと結婚したい、確かに本当だね、もし楓だったらね、私がね、読み方は違うけど、でも楓って書いてふうって読むの、めっちゃ可愛い、ふうさんのお名前、楓って書いてふう、ふうさん、キヨポンさん、お、タコさん、青いタコさん、ありがとう、ありがとう、おはよう、あずきちゃん、あずきちゃん、あずきじゃないよあずきじゃないです、あっとる、本当？うん、元気だよ。ありがとうね、いつも。お、足だけできた。行ってきてください。もう始まったのかな、配信？始まってる？ 7 時？何分ぐらいから次の枠になったよね。行ってきてください、リオツのところ。みんなでお星様投げてカウントして。岡田陸人、生命派、生命診断してみますかあるよね、生命診断、互角が合うか、名字と下の名前で互角、互角なんだっけ、画数が合うか、あるよね、おはよう、あずみにもし感じ合ってるなら、それめっちゃやったことある、私授業中とかよくやってたあずみに、あずみを感じにするなら、なんか一個決めてるんですよ、あずみ、それもなんか可愛い、あとみは割と漢字的にあるんだけど、図がないんだよね、あずみの図が、あずみの図がないんですよ、
そう、ズミっていうかやつか、図がない、図画工作の図しか思い浮かばなかったから調べたら、あのかすみ、有村架純さんのかすみの隅の字とか、あれでもズミって読むらしくって、でもあも意外とない、これこの漢字、この漢字が一番いいなって感じですね。これ、このあにこれで、ああずみ、ここでずみ、あずみ、これが一番私の中でいいなと思った感じでした。ヤキ許してくれた、ヤキいいよあ、感じだ、よかったよかった、よかったね。ともたかさん、ありがとう、ありがとう。ギフトがね、投げるらしいのよ、メンバーは。投げたらダメらしくって、そう、多分あるんだけどね、あのレインボースターあるから、気持ち的には投げてあげたい気持ちなんだけど、シュ、え、ね、お姉さん、そう、シュー、シューさんとフーさん、かわいいよね。ありがとうって言う、あ、ほんと？うん、おはよう。生命判断あるよね、生命判断。図がね、そう、図が、図工の図しかないよ、図って考えてもさ、あんまりなくない、図ってないよね。落ち投げて連れて帰ってこなかったそれは帰ってきてそれは帰ってきてください、ちゃんと帰宅必須だよ。そうず、あ、そうそうそう、あずみ、これが、あ、そっちの隅ね、あ、愛ね、確かに愛にしたら可愛いかも。これね、愛可愛い、愛、この愛、愛にして、隅、これか、もう一つ愛で、どれだっけ、これか、これか、これ、こっちのあずみだな、もう好みだね、もうすごい、でも下の名前になったらもう純粋な愛って感じこっち、こっちはなんか純粋の、え、純、純粋の純は違うっけ、感じ、純粋でもこんなんだよね、ちょっと粋がわからない、純粋の純ね、純愛って感じ、愛が、愛がある、ありそう、純愛って感じ、感じのあれみたい、これはなんか愛が、愛が透き通ってるみたいな感じになりそう、可愛いけど、これでもどっちも可愛い、確かにここ愛がいいね、あの部分は愛がいいですね。あず、あずき、あれ、あずきに美しい、あずきみちゃんかっこ木が生えるのあずきみちゃん確かに、ずっとも呼べるけどね、まめっこあずきみちゃん、そう、あ、あんね、あんずのあんね、確かにあんずのあんもいいね、
ンズナーム、あ、アンズナーに美しい、めっちゃ可愛い、これあずみか、これあずみちゃん、アンズナーに美しい、これ可愛いわ、めっちゃ可愛いですねこれ。うん、まあでもひらがな、ひらがなでよかった漢字もいっぱい可愛いのあるし、漢字でもあったけど、私はひらがなのあずみが好きなのでね、ひらがなのあずみ好きですよ。あんまり珍しいしね、ひらがなっていうのも。そう、でもこの漢字に連想するというか、漢字にするやつはよくやってたよ昔から可愛くなんかできないかな、もし漢字だったらどうなってたんだ、岡田に合わせていっぱい書いてみたりとか、プリントの後ろとかにやってましたね。お、配信よ、よかった、あずみラブ嬉しい、私も LOVE ラブだよ帰りなさい。確かに漢字説明それもあるね、ひらがなにね落ち着くよね味みが確かに、あず、味がしそう、あんずのなんか味、あずみ味味美しいがいいな、なる味より、うん、結局落ち着く、私もいろいろ書いたけどひらがなに落ち着きましたね昔も。指定の下に、あ、そう、確かに、ほ、あ、本当だね、そうなんだ、すごい、なんかひらがなに縁があるのかなひらがなの子に縁があるというか、なんかこうあるのかもね。よし、じゃああずみん朝占いに行きます。久しぶりだ朝占い、できなかったから、久しぶりのあずみん朝占い、今日のラッキー行動は何にしようかな。え、どうしようかな、いっぱい書いていっぱい書いて、どうしよう、これでいいか、ちょっと今日の配信に合わせて、ちょっといい感じ、うまく文章にまとめられなかった。いきます、今日のラッキー行動はじゃん、
自分の名前の他の漢字を探してみる。今さっきみたいに自分の名前をいつのお名前の漢字じゃない漢字を探してみるなんか漢字遊び名前の漢字遊びをしてみるです。いろいろ名前漢字遊びをしてみてください。で、いきます。今日の配信に合わせてみた。よし、じゃあ団長読むね。団長、13位クレセイジンさんありがとう。12位タクさんありがとう。11位奈良西さんありがとう。10位シム852さんありがとう。9位ツノさんありがとう。8位マサタロウさんありがとう。7位やる気猫ケンさんありがとう。6位ナワズさんありがとう。5位ともたかさんありがとう。4位リカさんありがとう。3位ウッチーさんありがとう。2位モリモリさんありがとう。そして1位はドゥルルルルルバン、これは瀬戸内の太陽さんありがとうありがとう、ありがとうございました。じゃん、ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。いってらっしゃい。平日ラスト頑張ろうね、一緒に。ありがとうございました。いってらっしゃい頑張りましょう、一緒に。いってらっしゃい、ありがとう、頑張ろうね。ではねねあずみんで終わります。せーのって言ったらねねあずみんって言ってください。いきます、せーの。なーにー、ありがとういってらっしゃい。平日ラスト金曜日頑張ろう、ファイト頑張ろうね、一緒に。ありがとう、バイバーイ。バイバーイ、いってらっしゃい、またね、頑張ろうね。